ウォルホート家とハイサンドの連合軍によるグリンブルク奪還作戦が始まろうとしていた。しかしノゼリア大河とデスフロスト軍によって守られた王都の攻略は至難。ロランがホワイトホルム城に潜入して指揮官を撃つべしと主張する。セレノアラは危険を伴うものの、成功すれば一気に肩がつくこの策を採択した。ハイサンドもウォルホート家を支援するために軍を発する。それは煙鉄大戦以来の大軍である。さあ13話でございます。引き続きゲームの理解深めていきたいと思います。ロラン王子、大事の前に一つ尋ねたいことがあります。なんだ？ホワイトホルム城に潜入する策の真意を話してください。もちろん王都に無用な被害を出さないため、そしてこの手で敵を討つためだ。それだけですか？ロラン、私にだけは本当の気持ちを。俺は妹を、コーデリアを救い出したい。大軍で攻めればあいつを巻き込んでしまう。だが忍び込めば機会はある。これは国を取り戻すための戦いだ。なのに俺はこんな指針を消せない。軽蔑してくれていい。私も人を率いる者として考えます。心を消せたらどんなに楽だろうと。だが進化として、いや友として、そんな人間と共にありたいとは思いません。一緒にコーデリア様を救い出しましょう。恩に切る、友よ。さあサブストーリーですが、入港している大型船は一隻だけか。あれを魔力結晶で沈めれば逃げ道はなくなる。ハイサンドは大軍らしいぞ。グスタドルフ総帥不在で大丈夫なのか？心配はいらん。アブローラ将軍がおられる。将軍は信頼できるが、タラスとエリカがな。声が大きい。あの二人に聞かれたら何をされるかわからんぞ。やはりグスタドルフは不在。アブローラとタラス、エリカは在所か。さあメインストーリーです。セレノア殿、私とカンセル殿が動かせる限りの兵を率いてきたぞ。援軍感謝します。ああ感謝してもらおう。ハイサンドがこれほどの大軍を動かしたのは30年ぶりだ。大軍に小細工は不要。正面から圧するのが成功法だが、ウォルフォートは奇策を用いるそうですな。はい、力押しでは王都と民に甚大な被害が出ます。我々がホワイトホルム城に潜入し、エス・フロストの指揮官を撃つ。あなただけが知る隠し通路がある。そうだ、
王都が落とされた時も同じように忍び込んだ。効率的な策ではあるが、最新の情報によればグスタドルフは本国に戻っているようだ。ならば標的は最小のタラースとエリカ、そして軍を率いるアブローラだ。ミロには魔力結晶で船を破壊してもらう。奴らの退路を断つんだ。そういう意地悪大好き。確かにアブローラたちを倒せば城は落ちる。その策で行く。お二方はゴートに圧力をかけ、エスフロスト軍の注意を引きつけていただきたい。その隙に我らは城に潜入します。承知した。ご分を祈る。ハイサンドの大軍がウォルホート城に入りました。まもなくウォルホート家が動くはずです。目的はここですね。ウォルホート家が再び王都に。コーデリア様、彼らを味方と思わない方がいい。セレノア殿は今やハイサンドの七聖人。しかもウォルホート家はかつての主家の城を攻めるのだ。何より欲しいのは大義。あなたが持つ王家の地です。彼らも私を傀儡にするはずだというのですね。その通り。しかし心配は無用。私が守るこの城に隙はない。少々騒がしくなるが、ご心配なく。あなたは私が守ります。アブローラ将軍の言葉に嘘はない。でも、私はウォルフォート家を信じたいとも思っている。ああ、お兄様。どうか私に強い心を。ウォルフォートとハイサンドの両軍はそれぞれに作戦を開始した。ハイサンド軍はエスフロスト軍の注意を引きつけるべくグリンブルク王都を包囲。一方セレノアラは受け取ったエルフリックを手に隠し通路へ。密かにホワイトホルム城内へと侵入を試みる。ハイサンド軍が動き出したぞ。王都に迫っている。体勢を整えろ。さすがエグサム殿、見事に注意を引いてくれたな。まず港へ。アンナの偵察によると大型船が一隻停泊しています。魔力結晶で破壊して敵の退路を断ちましょう。さあ、港へやってまいりましたよ。思っていたより兵が多いな。商店から美術品や宝石を運び入れろだと？何のために？エリカ様の命令だ。万一の時は奪って逃げるつもりなんだろう。無茶苦茶だが、逆らうと後が怖いぞ。やればいいんだろ。商人たちを呼べ。商人に化けて船の中を調べてきます。敵兵の配置さえ分かればミロを引き入れることもできるはずです。私が行こう。男の方が目立たないはずだ。危険です。お前やエラドールでは貫禄がありすぎる。適材適所だ。それなら俺が。あなたにはこの後やるべきことがある。
わかった、頼む。みんなは隠れていてくれ。後で持ち合おう。勝つための努力を惜しまない人なのね、セレノアさん。気に入ったわ。バケて、セオリンにバケてます。了解です。それでロールプレイングすんの面白っ。超面白いんですけど。買うんじゃない、接種しちゃうんだよ。さあ、それでは一通り軍船も調べたところで探索パート終了したいと思います。戻ってきた。船の様子はどうだ。敵の配置を確認しました。注意をそらせばミロを引き入れられそうです。おい、そこの商人。無茶を言ってすまない。総帥に報告して必ず償いは。貴様ら何者だ。しまった。見つかって戦闘なの。さあ、詰め所に来ております。戦いの前に強化しておきたいと思います。プラスアップですが、これはもう残るヒューエット取っておきましょう。 OK です。お任せください。さあ、ウィンガーに進化。集中ヨラバ撃つ。さあ、続いて武器強化ですが、これはもうセレノアをさらに一つアップ、そんな感じですかね。知っておきましょう。これで王権リブラに進化と。なるほど、特級鉱石で信念の御旗のもとに。すっげえ、戦闘中にコマンドとして使用可能。かっけえ。一つ覚えますか。回復もいいですけど、武器の威力10もいいですけど、やっぱりまずは御旗の元に行っておきますか。 OK。 次が10必要なんだね。特級鉱石長いねこれは。
さあここで一つ相話が出ております。フラナガン殿、今日は稽古にお付き合いいただいてとても感謝しています。グリンブルク王国では私のような鷹乗りが少なく、このような稽古をする機会があまりないのです。鈍っていた体が研ぎ澄まされる。こちらこそ誘っていただいてよかった。私の相棒も仲間と良い運動ができて喜んでいるようだ。鷹同士も仲良くなったようですね。時にフラナガン殿、かつてあなたが率いていた鷹部隊はエスフロストの精鋭だったと聞いています。なのになぜ軍を辞めてしまったのですか。自分の無力さを知ったからだ。私はグスタドルフ総帥が掲げる自由の思想こそが民を幸せにする道だと信じて戦った。すべてをエスフロスト軍に捧げて戦い続けた私の盾はいつの間にか敵と自分の血で染まった。それが血塗られた盾の由来なのですね。軍に身を置く者として尊敬いたします。やめてくれ。私の盾は何も守れはしなかった。血塗られた盾などと呼ばれていい気になった私が一年ぶりに家に帰ってみたのは、病に侵されて痩せ衰えた妻の姿だった。奥様が知らなかったのですか。手紙で具合が良くないことは知っていた。だがあんなに悪いとは思わなかったのだ。数日後妻は死んだ。民や弱者を守るなどと言いながら、私は一番守るべき人を守れなかった。いや、見殺しにした。血塗られた盾は文字通り呪われているのだ。フラナガン殿、嫌な話を聞かせてしまったな。許してくれ。悲しい話だけれど、私にはお前のご主人様が呪われているなんて思えない。そうだろう。さあメインストーリーです。敵襲、侵入者だ。慣れてしまいました。油断した。モルホトケ、どうやって忍び込んだ。タラース、フレデリカまで。わかったぞ。コーデリアが手引きしたんだな。あの女にお前たちの首を突きつけて問い詰めてやる。強敵の一人がいるなら好都合だ。船ごと沈めれば作戦は続行できる。はい、攻め込んで魔力結晶を仕掛けましょう。さあ軍船の制圧ですね。敵を殲滅、自軍が全滅。シンプルな状況です。さあ、あ、こんなとこにいますね。タラース、普通にいるんだ。雷耐性が低下する。応援の魔法、風系なんだね。了解。ノックバックが、そしてあとは弓兵や妖術兵、盾兵ですが、物理カウンターとフォートレスしかない。シールドスラムは持ってない。持っている。
増援も出る可能性はあるかな。ああ、高兵がいますね。初めてだ。はい。なるほど。海兵と、そんなもんか。そんなに人数多くないですけど。やっぱり増援が来そうな可能性高いですね。わかりました。それでは味方の戦力も含めて考えていきたいと思います。あ、ちょっと待ってね。ニーローがいるじゃない。魔法使いなんだ、踊り子と言いつつ。ムーンジャンプ。すごいね。ハートキャッチ。すげえな。レベル20のミロは参戦でございます。じゃあ改めて考えていきたいと思います。トライアングルストラテジー。さあ戦闘開始ですよ。コーデリア殿下の前に首を並べてやるのだ。じきに姉さんが来るだろう。この手柄は僕のものだ。誰にも渡さん。増援が来ても厄介ね。どうする？増援来ますか。作戦に変更はない。もろとも倒し、船を破壊する。俺が相手だ。ちょっと急ぎましょう。勝利のために。いくら急いでも先手は取れないっすね。やっぱり敵が向かってくるのも待たなきゃならないね。ご命令を。おそらく船の反対側から増援が来ますから、少し隠れて張っときましょう。影の潜む出番だか。ここは急ぐ。制して見せましょう。どんどん急げ。始めましょうか。ムーンジャンプ。あ、なるほど。私を追える。うわすごい。こっちの出番だね。楽しくなりそうだ。敵の攻撃が負けられない。遠距離厄介ですね。遠距離をいかに詰められるかでしょう。僕の番だな。いやそのためにはこっちも遠距離魔法使いがもうちょっと早く行ってくんないと。行きます。さすがにまだ全然追いつかないな。皆さんのために。いいじゃないか。冷静に行きましょう。厄介。自分かな。この木を生かしてください。ちょっと遅いんだよね。少しでも成長を感じます。行くぞ。さあ急げ。移動攻撃を使ってさらに前進。やらせはせんさ。だいぶ前出ましたね。こっからが本番。腕が鳴るぜ。さあ行こう。ちゃう。早速行く。まだ出てきてない。楽しくなりそうだ。行くぞ。なるほど。ここいい位置だ。いやでも上の弓兵が怖いけど、ここだな。逃さん。もうちょい仕留めます。だよ厄介だ。届かねえし。ここまで行かないと届かない。
そんなわけないよね。ここか。28か。28。倒せないか。何？逃げたし。やったろうじゃない。逃げましたよ。こっからこっから。あ、これなら。わ、来た。そこに来た。タラース、こんなお楽しみを独り占めしようとしていたのかしら。ち、思ったより早かったじゃないか。仕方ない、二人で奴らの首をはねるとしよう。まずいね。うわ、回復された。ウォルホートの名にかけて。いや、まずいね。スズメの影、それで精一杯。南側捨てた方がいいな。うわ、やばい、やばい、やばい。海兵を追って北に向かう感じですね。始めましょうか。その方がいいかも。ここは行くべき。くらいなさい。来た。じいちゃん、見てろよ。遅えよな。回復はお任せを。いや、遅いよ。誰よ。早さで崩します。少しでも順番繰り上げないと。助かります。行きます。遅いって。あなたを守ります。ありがたい。来る。何それ、サイレントアイス。沈黙。やばいね。楽しみましょう。おいおい、マジか。裏なの前です。こういくかな。こういってこの裏取ろう。やらせはセンサー。魔法使いを早く倒さないと。やばい。うわ、やばい。楽しくなりそうだ。来たぞ、来た。あ、うわ、どう出るか。うん、こいつだね。こいつの後ろを取ろう。苦しみは効果的ですね。眠らせろ。眠れ、押し切れそうです。さすがに厳しいか。生きるために。腕が鳴るぜ。さあ、どういく。よし、倒せる。邪魔だ。まだまだ磨き足りは。あ、甘いわ。あっぶねえ。勝つぞ。届かないな、ここだな。逃さない。ちょっと中途半端かな。痛かったでしょ。仕留めます。さあ、もうちょい。狙いを定めて。もうちょい。加勢する。どうだ。うまくいったよ。沈黙。ただ突っ込めば倒せる。加勢する。一人。エスプロストの名にかけて。来た。今に見ていなさい。オイル。私に任せときな。なんちゅう攻撃じゃん。
どうする、結構食らってるよね。たるんでんじゃないよ。助けられたわね。なるほど、火で攻撃してくるか。またか、イック。うわ、全開。争いを収めるために。いや、倒せねえ。逃がさない。ピンチです。私のできることを。これきついっすね。なんだこれ、届かねえし。支えなければ。行くぞ。まあ間に合った。ちょっと前面出ますか。もったいないけどしょうがないな。一人倒さないで。このまま北に向かいましょう。見てるか。いけるでしょう。持て。ホイール。行くわね。ナイス。どう出るべきか。隠れするわ。後ろを通る。やあ、合わせます。押し切れそうです。ちょっといまいちだね。エリカと言ったかしら。心も顔も醜くて生きづらそうね。今楽にしてあげるわ。なんてこと。軽薄な口を閉じなさい。この女殺してやる。挑発すんなよ。ボディ、ボディですね。防御を上げてカウンター待ちか。ってことは遠距離で狙おう。当てるかよ。さあ行こう。リフレッシュか。助けはいるか。やべえな、意外とやべえ。聞いたろ。耐えろ。終わらせましょう。くそ。どう？結構回復されますね。いやこれ厳しい。もたもたしてたらやばい。海兵はいいか。でも狙うしかない。が半端ないよ。行きます。やりやがった。ナイス。かかってこい。いや、慌てんな。こいつ邪魔だね。叩き落とそう。邪魔だ。時間を稼ぐ。行くわよ。やべ。弾け飛べ。なんてこと。勝つぞ。さあ上の援軍に行きたいけど間に合わないね。どうする。とりあえずでもやるしかないか。それ見たか、見たか。回復されるから厄介なんすよね。よし、いける。よし、倒した。終わりです。もうちょい行けますか。ここ行きたいね。グッと。ちょっと強引かな。意外と強いよ。行きます。届かないんだよ。
中途半端だよね。すげえ困った。ちゃうな。攻撃だけじゃないね。これがいいね。あなたを守ります。守りながら戦おう。いけそうだ。さあセレノアでチャンスをつかもう。ここ行ってもいいよね。今火ダメージ受けないから。加勢する。もうちょい。回復はお任せを。これで傷を。このまま北に上がりましょうね。しびれるね。チャンスはその方が増えるはず。楽しくなりそうだ。敵の右側が死んでるもん。さあ、行こうかい。オッケーオッケー。いいんじゃない。どうだ。まだ死なない。ダメだ、倒せねえや。おい。こらきついね。いや船からなかなか出てこないですからね。これチャンス。じゃあ見てろよ。チャンス。で、60か。違うな。こっち行きたいね。こいつ60打っても回復されるでしょ。こうか。よーし、倒した。行くわね。もうちょい。ほっ、痛かったでしょ。上がってきた。ご命令を。はっ。そーら。よし、消えましたね。あ、たまらない。ついてこれまい。あ、こいつ。こちらの番だ。さあ、意外と食らってはいる。挟まれると厄介だ。オッケー。さあ行こう。エスプロストの名にかけて。やっ。だ。あら、フレデリカ、あなたもいたのね。汚れた女だわ。家族を裏切って平気な顔して。私を家族だなんて、これっぽっちも思っていなかったでしょ。そうよ、あなたは私たちのおもちゃ。ただ黙って泣いていればいいの。そうね、私は耐えることが正しいと思っていた。でもあの頃の私とは違う。あなたたちにはもう屈しません。やば。ただだ、今後で行くぞ。さあこいつかな。こいつもいるね。まだまだ大変。逃さん、やらせてもらう。ちょ、俺は困難から逃げない。行きます。これでどうだ。悪く思うなよ。もうちょい。厳しいね。
したくないし、後ろも取られたくないな。腕が鳴るぜ。さあどうする。体当たりは無駄だな。こいつ邪魔だね。こいつか。4番は撤退するしかないかな。決まったな。どこ見てんだい。学んだ力、今こそ。届かねえんだよ。惜しいね。ここだな。来るね、すげえ来るね。腹立つぐらい来るな。ここだな。レーサーだね。16番仕留めましょう。逃がさない。難しい。さあ行こう。狙うは19番なんだよね。ここから狙える、うん、今こそ。ガラギだ。よっしゃ。ここは塞ぐ。やるしかないさね。さあどうする。このままだとやられる。我慢して逃げる。逃げるにしてもどこだ。ここかな。あえて一歩膨らんで逃がそう。で回復。この手で行くかね。こりゃお祝いだね。回復はお任せを。遅いんだよ回復が。支えなければ。助かった。我慢なの。おとりで我慢。おいか、やばい。なんと積極的に回復してくるよね。ただこれで仕留めるでしょ。まずいたずちよ。さあこのままどういくか。シンプルにここに行きたい。あーやってきた。どうしようかしら。さあこれで追い詰めましょうよ。蝶のように調子に乗って。残念です。さあ行こう。もうちょい。フレデリカ、僕の犬になると誓え。そうすれば特別に生かしておいてやる。脅せば誰もがあなたの思い通りになると思わないで。汚らわしいローゼルの意味語が口答えするな。エスフロスト家の汚点ね、粛清してやる。今ならわかる。あなたたちも孤独だった。不安を私にぶつけていただけ。終わらせましょう。今ここで。やる気だ。終わらせましょう。やる気じゃん。すげえな。さあアサシンアンナでここを塞ぎますか。どうせ効かないだろう。 27% 効くね。くらえ。効いた。寝たよ。マジでか。信じらんない。素晴らしいんですけど、あえて攻撃せずに行動終了。3番を飛ばしましょう。よし飛んだ。こちらの番だ。その隙にどうするか。
19番が結構やっつけとかなきゃいけないか。ちょっと慌てずに攻めるのやめましょう。かといってどうしますか。面倒だね。19番に届かないです。回復もしたいですね。結構むずいっす。一回わざと待機かな。やっちゃうか。いやーでもホークアサルトは効かないね。守備今高くなってますから。ここだね。ちょっと様子見ますよ。行くぞ。その隙に、そう、18番、この辺をなんとかしたい。どうする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 。意外と面倒だなあいつ。違うね、遠距離攻撃だね。うん、強いね。ポジションがないな。ここだな。むしろここで待機。行きます。さあヒューエット、ヒューエットの狙いも17番、食い止めてみせる。硬いね。争いを収めるために、まずは連鎖で。はあ、ちょいで引きます。さあ行こう。セレノアで行きたいとこですが、あえて我慢。寝るからな。寝てるからね。こう行きますか。とどめ。よし、やべえ、まだいた。腕が鳴るぜ。やばいね。いやーまずいな。めんどくさい。押し通るぞ。エリカはまだ封印中。その隙に行きますか。さーて行こうかい。こう言ってするか。こっからこっから。痛みが消えたぞ。冷静に行きましょう。さあ、イメージはいい。12番かエラドールだね。ウェデリカの方がやばいか。回復します。これで戦えます。さあ行こう。うわー強え。ちょっと攻めらんないよあそこ今。まずい。そうきましたか。僕の番だな。キープ、我慢。使って、すまん。来た。うわ、なんだそれ。参ります。やっべ、めちゃくちゃやばいんですけど、こいつらなんだよ。苦しみは始めましょう。チャンスではある。このちょっとこれカバー入るか。使いなさい。うよかった。いきなり来たし。
あー目覚めたか。厳しい。ローラン、どうするか。ここだな。こういって優先。貫け。フラナガン、マイ。さあやばい。倒しきれない。リリカはちょっとほっとくしかないね。厳しすぎるでしょ。リリカをやる前にこっちが詰まっちゃうもんな。こっちだ。聞いたろ。よし。粘れ。厳しいです。厳しいか。エリカにやられるぞ。4番だろ。マジか。厳しい。ちょっと厳しいね。厳しいね。めちゃめちゃ厳しいっすね。6番で回復するか。そうなるとここかな。イリカ14番だもんね。6番で回復して7番のエラドールで挟み込む感じ。そうなるといけるか。ここだな。これでどうだ。さあ行こう。吹き飛ばせ。学んだ力。あ、スマホ使ってくんじゃん。あ、これでいけるな。よし。届けます。感謝です。負けられない。ここね、なんとか、なんとか。どうですか。うわー、追撃したかった。囲まれようとも。もうちょい。私に任せときな。さあ、えいよ。もうちょい。この盾が破れるかな。うわ、ここ上がれねえ。やられちゃう。わ、やられた。上がれなかった。高さ見てなかったっす。大ピンチ。パターンを変えましょう。どけ。言ったわね。よし。回復はお任せを。さあどうする。引きながら回復だね。ここだな。どうするかだよ。ここのがいいか。まず回復してからだね。誰がいい。回復べ、あエラドール行っときましょうか。ちょっと迷うな。アンナ、エラドール、アンナ、エラドール、どっちも一緒だね。じゃあアンナ。傷を癒して。ありがとうございます。下がるポイントがないっすね。めっちゃ厳しい。終わらせましょう。よし、倒した。はっ、突き寄り。これでかい。苦しみは。一人倒したのでかい。うわ、登られた。やっしゅ。さあ、ナルブ、ナルブ2番を狙うか、16番か。2番はもうナルブでしかないんだね。5番、8番、意外と厄介だよね。
20番、16番掘っときましょう。5番を狙って倒すか。でも2番が弓兵で多分逃げますよね。そうなるとここから狙える？狙えないね。移動するしかない。2番、ビビんなよ。ちょっと敵の魔法が怖いけど、どうくる？OK、行くわね。体当たり効いてます。さあミロです。ミロで2番を挟み込みましょう。その代わり自分が挟まれるか。体力はあるか。なんとかなるっしょ。5番8番か。5番8番、苦しいね。連続でやれたらやられっかな。7番で回復はできない。10番、間に合わない。4番、5、苦しい。飛び込んだらやられるな。2番は諦めて、ここだね、ここだ、ここに行こう。こう言ってムーンジャンプ。はあ、これでぶったたく。よし任せろ。よし、勝った。さあ行こう。どうくる？はあ、よっ、どうしてめっちゃ食らうわ。ハイサンドに尻尾を振ってかつての死刑にあだなすと。すげえ出てきた。すっかり落ちぶれたな、ウォルホートよ。何とでも言え、大義は我らにある。いや、行くぞ。厳しいっすね。回復が間に合わない。ロランがやられる可能性あり。めちゃめちゃむずい。5番と2番4番か。えー、らいきついな。あれだな、9番のガードに入って回復するか。うーわー、きつい。手が思いつかねえ。いや、これきついっすね。いいとこ来たんだね。ホスハバラで回復するにしてもきついよ。めっちゃむずい、これ。ここかな。攻撃は避けて、ちゃうか。いや、難しい。間違いなく10番来るでしょ。ここは攻撃してる場合じゃないよね。そしたら10番のガードをどう入るか。ここかな。はあ、難しい。届く？ダリア届くか。アンナが持たない気がする。持つか。大丈夫だね。ここで持てば一番いいんだな。すっごいむずいな。こいつ追い詰めるか。こら、もらうぞ。よし、行きます。こうだよね。
ちはこっちでやらなばなら。この距離ならくらえ。聞いたろ、あんまり聞いてないね。守る力固い。いやすごい食らう。届けます。ありがたいね。裏長マイル、いやこれ強いな。うまくいったようだ。おバカさん、さあ行こう。セレーノはもう回復したい。天より狙い撃つ。もうちょい。こっちの出番だね。すっげえむずいな。回復に回りたい。やられる。手詰まりだ。苦しい。いやでもここ挟まれるよね。何しゃぼくれてんのさ。怒ってるから多分大丈夫だと思うけど。参ります。あんなやばい、超やばいです。はっちゃー、押し切れそうだ。アフレス回復いただきます。小賢しい。あっかかってこい。さあちょっと時間稼ぎましょう。やったな。クリティカル？私のできることマジでやめてくれ。恐ろしいな。傷を癒して。一遍で200減ってる。やってやる。さあナルブ、ナルブだって200くらいだったら死にますよ。本当にきつい。使って。すまない。ただどうしようかしら。エリカは追い詰めてる。蝶のように加勢する。さあ行こう。活動。さあどうする。完全に追い詰めてるけどまだだね。なるほど、突き落としますか。それ調子に乗って。いける。調子に乗って。倒した。いや何これ、どうして私がこんなところで。いやー、倒しました。死んだ。姉さんが。よし回復。仕留めます。ようやくつきつまってきたね。やってこい。まだまだ油断できない。争いを
収めるために。さあ攻めましょう。これどう攻めるかだね。油断できない。フラナガ、参る。詰めましょうよ。こっちだ。えん。ダメージ。どこから攻めるか。さあ、行きますよ。すごい強い。うかつに固まれないんだよね。また風で吹っ飛ばされるよ。うわー厳しい。天より狙い撃つ。仕事の時間だ。いいですよ。厳しいね。うん、厳しいっす。弓編あんな子には厳しいね。ここかな。捕まえてみる。ちょっと判断に迷います。攻めきれないです。私に任せときな。次魔法来ると思う。13番139 177 回復を自分でやる。この手で行くかね。またカウンター待ちか。私のできることを。さあどうする。だね。傷を癒す。オランが来るのを待つぐらいの気持ちでいきましょう。ちょっとダメだ。今慌てて攻めるのは良くない。おびき出すかね。出るか。いやすげえむずい。ここでも防いどいた方がいいな。さあ行こう。どうくる。へい。おほほほ。やったね。えぐいダメージだな。よくやったぞ。さあてと。いや時間稼いでもらってこっちはこっちで反撃しましょう。いやー6番が詰め切れないね。くらいなさい。どこ見てんだい。ナイス。じいちゃん見てろよ。いい、いける。いいんだよ。こちらから行く。出番だな。ほら来た。結構怖いね。意外とダメージありますから慌てない。ここで爪間違えると反撃でやられる。どこへ飛びましょうか。危ないよこれ。こっから狙えない。せい。うわなんで外すかね。行きます。いやきついな。押した押した。一人。もしこれでフレデリカも参戦。助けはいるか。んでも固まるとやばいかね。敵の魔法攻撃が少し怖いです。やるか。どうしますかね。痛いよね。こう狙うか。
カウンターが怖いんでちょっと離れます。からにこちらの追撃を追加。もういっちゃう。耐えられるか。もういっちゃう。いい感じ。負けられない。さあ絶対魔法攻撃があるよね。残り102、多少体力はある。ギレイソード55か。たかだか10ちょい減らすのにしんどいな。いや、いけるか。さあカウンター。防御を固めてカウンターですよね。敵は本当にえぐいな。さあ行こう。来た。これで耐えた。私に任せときな。さあこれ厳しいね。一応やっとくか。何しゃぼくれてんのさ。助けられたわね。1000人出てますからね。底力を見せてやる。怖えな。体当たりが一番いいんですけどね。邪魔だ。だからカウンター受け。うわ外した。最悪なんですけど。冷静に行きましょう。最悪すぎませんか。傷を癒して。ありがてえ。ちょっと体勢立て直そう。いやこれ相当強いぞ。どうしようかしら。やってやる。なる分か。いや痛いっすね今外したの。使って。しびれるね。行くぞ。よし。それやらせてもらう。倒せないもんね。どこへ飛びましょうか。めちゃめちゃ強いよ。終わりです。また外した。争いを収めるために。ちょっとひどくないっすか。ここでもな、炎にしたくないな。逃がさない。いやー手こずりすぎ。4人かかりでやっとだもの。後ろ取りましょうよ。エスフロストの何かこれで。まただよ。危なかった。嘘だ。いやつえ。どこから攻めるか。めっちゃやられてる。いやちょっと強すぎ。近づけねえ。使うぞ。助けはいるか。タイミングを待ちましょう。必ずチャンスは来る。弓攻撃とねセットで挟まれるのはマジで辛い。後ろ側を取る。さて行こうかい。と後手後手に回ってますね。でも仕方がない。強すぎる。この手で行くかね。下がるよね。かすり傷だ。やばいよこれ。いやどうする。めちゃめちゃむずいっす。
今だ。いや、突っ込みです。行きますか。苦しすぎる。回復します。感謝です。ちょっときついな。行くわね。めちゃめちゃきついよ。はあ、少しずつ後ろに送り込むしかない。僕の番だな。さあ、これはチャンスなんだけど、下手すりゃ一撃で倒されるぜ。大丈夫だね。ビビんなよ。うわ、聞いてる聞いてる。よし、俺は負けん。これで突破好きで抜けちゃいましょう。大丈夫だよな。突き通す。やったな。よし、抜けないのか。段差があるからか。やってくれんな。食い止めてみせる。やったな。もうちょい争いを収めるために。ちょい。はあ、やったな。どけよ。うわ、参ります。さあ、こいつを邪魔しないと。目指すか。うん、間違えたかな。スリープのが良かったですかね。どこから攻めるか。後ろから飛びます。今こそ進撃できないのが痛い。こちらの番だ。よし、できた。倒した。うん、だ今だ。やったね。ようやく倒した。倒しましたね。いやー、強かった。さて行こうかい。めちゃ強いですよ。たるんでんじゃないよ。心配かけたな。いやー、苦しかった。もう一息。油断すんな。行きますか。回復します。よかった。どうしようかしら。めっちゃ渋滞してますね。ムーンジャンプいけないですか。あ、いける。はあ、仕留めます。効果的です。任せろ。さあ、追い込め。一気に追い込め。忍びます。もうちょいです。さあ、倒しました。ようやくクリアです。かなり手こずりましたね今回。苦しかった。めちゃめちゃ苦しかったっす。さあ、邪魔者は片付いた。魔力結晶を仕掛けるわね。エリカ、タラース、こうしなければ我々が殺されていた。仕方のないことです。そうだ、今まで敗者を踏みつけてきた報いだ。敵を倒して進んでいるのは私たちも同じです。そうだな。勝ったんだから別にいいじゃない。準備完了。いつでも爆破できるわよ。すぐに起爆を。爆発を陽動にしてアブローラを探しましょう。頼む、見ろ。
もし違う道があったなら、ごめんなさい。エリカは私のこういうところが嫌だったんですね。さようなら、私の家族たち。エスフロスト軍は大混乱。作戦通りですな。船の爆破を合図にエグスアム殿らは兵を引く手はずになっている。アブローラが出陣していたとしても城内に戻ってくるはずです。行くぞ。アブローラを探し出して倒す。アブローラのそばにはきっとコーデリア様がいる。絶対に救い出すんだ。敵がコーデリア様を利用する可能性は高い。大きな危険が伴います。だとしてもだ。わかりました。ようやく終わりましたか。Triangle Strategy